はい、どうも皆さん、おはようございます、こんにちは、こんばんは。サムライ2948です。いつも YouTube のチャンネル登録、スーパーサンクス、ディスコードへの参加などなど、本当いろいろありがとうございます。私ね、リアルで最近引っ越してね、リアルではだいぶ大きな動きがあったんですが、フォールアウト76はね、あんまり最近大きな動きがなかったんで、ちょっと動画はね、渋めだったんですけども、いよいよね、スコアボードの更新が間近に迫っているのと、あと、ミネルバさんとのね、アイテムがいいのちょっと売られていたのと、あともう一つ、ヘルベティアのね、アトミックショップが、なんかね、新しいアイテムが公開されてたので、その辺のご紹介をね、していこうと思います。じゃあ、どんどんやっていきましょう。で、まず一つ目は、ヘルベティアのね、アトミック商品についてです。アトミックショップ品ってね、要はここですね。ここで、私ね、購入しちゃったんで、もうバンドルが見えないんですけども、バンドルで購入するとね、ここに表示されている、こういうやつ以外にもね、なんかいろいろアイテムがもらえます。これも一緒だったかな。はい。で、そのアイテムもね、ちょっと今回お見せできたらいいかなと思います。はい。で、まずですね、小物の方からご紹介しましょう。これはね、バンドルを購入した人だけが、入手することができるものになります。多分そう。で、鏡はですね、特に自分が映ったりはしません。ね、ドラキュラの気分を味わえるというね、素晴らしい未来になっております。でも一つね、ちっちゃいのはこれ収納箱です。収納箱でね、ここまで小さいサイズのものってあんまりない気もするので、これは結構いいんじゃないでしょうか。で、あと一個ランプです。ね、これはどうでもいいですね。で、続いて、ヘルベティアのね、構造物についてちょっとご紹介いたしましょう。で、カーテンね、同じのついてるな、ってね、思った方いると思いますが、これ、カーテン全部違います。微妙に違うんですが、どんな感じに違うかっていうと、なんか幅が広くて縛ってあるパターンと、幅が狭くて縛ってあるパターンと、なんかね、全然縛ってないパターンと、このね、3つのパターンがカーテンでね、用意されているヘルベティアのセットでございます。はい、こんな感じ。よく見るとね、これ幅広いでしょ、あれ狭いでしょ、紐ついてないでしょ、こんな感じでね、3つ違います。で、全体としての構造物としては、こんな感じでですね、構築することができます。いろいろね、構築できるんですが、こんな感じのね、ものもあったり、あとドアもあったりですね。あとはこういった、ポーチの土台とか、ポーチのね、この、なんていうの、手すりみたいなものも、用意されていますね。手すりがチューリップになっているのがなかなかおしゃれなんじゃないでしょうか。はい。で、屋根もね、こんな感じで赤い感じで、雨よけのね、この出っ張りみたいなのもありますね。はい。こんな感じ。で、ちょっとね、注意点として、さっきからね、なんか屋根おかしくねって思った方いると思うんですが、これがですね、なんかちょっとね、うまくいかない感じというか、ちょっと微妙？多分ね、まずですね、右側が本来運営が想定したやつだと思うんですけども、ちょっとこれね、壁のこの上がね、白いのが、屋根を越えちゃってですね、この縦の線もちょっと赤いのを越えちゃってて、で、ちょっとね、ここがアンバランスなんで、本当はここね、多分真っ赤じゃないといけないんじゃないかなと思うんですけど、それがね、ちょっとうまくいってない様子です。で、じゃあ横にすればいいんじゃねって思った方いるかもしれませんがね、横にするとですね、今度、ここが真っ白になっちゃってね、これはこれで不自然。ということでですね、結局、どっちにしてもね、不自然なので、ちょっとね、この辺が、っていう感じでしたね。なので、この辺はですね、ちょっと、はい、いろいろちょっと調整していただければいいんじゃないかなと思います。何言ってるか自分でもわかんないんですが、正直ね。ただこれ、多分正直運営のミスだと思います。で、こうやって消すとね、いい感じになるので、本来ね、この状態の赤いのがここに表示されなきゃいけなかったんですけども、ちょっとね、白いのがやっぱりどうしてもね、自己主張を激しすぎてこう出てきてしまうので、ちょっと横向きにしようと縦向きにしようとなんか違和感があるっていう感じに、ね、なってしまうのがヘルベティアの屋根でございます。はい。この辺はちょっと修正を待ちたいと思いますね。で、続いて次はですね、ミネルバさんのところへワープしている間に、ちょっと別のお話をしましょう。何のお話かっていうと、スコアボードがですね、いよいよ更新されるということで、そのお話です。で、運営から一応英語版でね、こんな感じのカレンダーが公開されたんですけども、これだと何が何やらは全然わかんないのと、右下になんか気になるものね、映っておりますので、その辺のお話をね、ちょっとしていこうかなと思います。じゃあまず、3月と4月ですね。上が3月、下が4月のカレンダーになります。で、3月ね、もうこの動画が投稿してるの3月20日なので、ほとんど終わっているんですが、3月のですね、一番右側、画像で言うと右上ですね、マーチ26って書いてあるんですが、日本時間だとおそらく3月27日の午前1時のことを指しています。アメリカンズ・プレイグラウンド・ローンチということで、
まあ、新しいですね、次の、シーズンが来ます。で、なんかスコアボードシステムが廃止されるみたいな話もあるので、まあ、おそらくですね、シーズンは次のシーズン16来るんですけども、スコアボードは廃止されます。で、続いて左下、モスマイクイノックスが4月のね、まあ3日から4月17日まで行われる感じですね。あとは大体どうでもいいんじゃないかなと思うんですが、4月11日、12日のね、やつ見ていただくと、Amazon のね、まあ、フォールアウトのドラマが公開されるよっていうことで、まあ、いろいろね、ちょっといい感じになるようです。具体的に言うと、その一つ右側、4月12日から4月16日まで経験値2倍と、金塊かなの、交換量が増えるみたいなやつかな、多分。そんな感じのイベントが行われるようです。まあ、メインは、経験値2倍ですね。はい。なんで、その辺をやっていただければいいんじゃないかなと思います。はい。まあ、あとはこの辺はどうでもいいですね。他はね。で、続いて5月、6月なんですが、まあ、インベダーズ・フロム・ビヨンドが5月のね、頭。まあ、厳密には、5月1日から5月15日までね、あの宇宙人の人いっぱい来るので、まあ、この辺で、伝説とかね、いっぱい集めていただければいいんじゃないかなと思います。あとは大体どうでもいいかなっていうね、気がするんですが、5月8から5月22のスプリングクリーニングチャレンジイベントっていうのはちょっと気になりますね。この辺はよくわかんないです。はい。で、あとはですね、まあ大体いいかな、大体いいかなと思うんですが、注意していただきたいのは下側で半分ですね。6月のイベントなんですけど、6月の26から7月の10日、までの2週間の間、ファスナハトが再来するって書かれております。ファスナハトのね、冬将軍のおじいちゃんも画面に映ってますけども、なのでですね、まあ、このイベントでマスクを取ってくださいねっていうのもね、まあ、もちろんなんですが、それよりもですね、現在あのマスクを持ってる人たちのマスクの価格が、この時点でちょっとやっぱね、一旦下がると思いますので、まあ、一旦マスクね、現時点でなんかいいアイテムに変えておいて、レアマスクね。で、またイベント期間中にレアマスク1個入手して、置くみたいな感じの方がね、まあ投資運用的にはいいんじゃないかなと思いますので、まあレアマスク持ってる人はね、はい、まあ一旦手放してもいいんじゃないかなと思いました。そんな感じでございます。じゃあ続いて最後ミネルヴァのお話していきましょう。この動画を見てる人ね、あのミネルヴァね、まあここにいるやんってね、まあここファウンデーションにいるからね、後で買いに来ようと思ってるかもしれませんが、ミネルヴァさんってですね、結構消えるの早くて、で今回ですね、私、ちょっと動画投稿するの遅れたんで、3月21日のおそらく午前1時頃この方消えちゃうのでですね、まあ、シークレットサービス持ってないって方は早く目に入手してほしいんですが、まあ、何を言ってるかというと、この人がね、あと数時間で消えるので、消えないうちにね、シークレットサービス全部買っていただけるとすごくいいよってお話です。はい。シークレットサービスはですね、まあ、フォールアウト76、上級者さん全員持っております。全員これを開放してると言っていいぐらい、ね、全員持ってますので、この辺はね、絶対入手していただければいいかなと思います。ヘルメットどうでもいいです。この辺ね、この辺。これ安売り価格で購入できる、クエストをクリアしてなくても購入できるっていうのがミネルヴァさんの特徴ですのでね、ぜひ初心者さんで金塊を少しでも持ってる方はね、金塊ってここね、金塊持ってる方、まあ、債券を金塊に交換してね、これもう入手できるよう覚えられるよって方は絶対にね、この設計図を覚えて、設計図使って、レシピを開放しておいてください。これがめちゃめちゃ重要です。はい。絶対に必要なことぐらいね、まあ、ずっと言い切っていいぐらい必要なことなので、ぜひこれは絶対やってください。はい、じゃあ今回の動画ね、これで以上となります。いかがだったでしょう。少しね、久しぶりの動画で私緊張していたんですが、はい、まあいろいろね、これからも頑張っていこうと思います。ではでは、お疲れ様でした。サムライ2948でした。またよければ別の動画もぜひご覧ください。